本日は自分の後手四間飛車に対し相手の方の居飛車穴熊での一局となります。よろしくお願いします。今回は相手の方が居飛車穴熊を作る前にこちらは積極的に攻めていく方針です。相手の方の9八香に対しこちらは4五歩と角道を開けます。相手の方は角道を止めたのでこちらは3五歩と突き、そして石田流を目指していきます。4四飛車、そして3四飛車にして、そして3筋から一歩交換を目指します。こちらは囲いを美濃囲いにし、そして玉を固めていきます。相手の方も居飛車穴熊が完成しました。現在相手の方の4八金が不安定な状態にあるので、ここをとがめて攻めていければと考えていました。本来居飛車穴熊での現在の4八金は5八金、そして6七金とし、そして7六の地点を受けなければいけないのですが、相手の方はそれをしなかったので、こちらは飛車を7筋に転換し攻めていければと思います。そして相手の方は7六の地点を受けるため8足銀を7七銀としてしまったため、穴熊が自分から崩してしまったので、こちらの方が良くなったと思います。そして現在相手の方の飛車と角の大駒がこちらの2筋を睨んでおり、そしてこちらは3三角と、そしてこちらの7四飛車は相手の玉に近いので、狙う方向性がこちらの方がかなりいいかと思います。現在こちらの美濃囲いの方が相手の方の囲いより硬いため、ここは角を切って銀と交換し、そして5六飛車としました。囲いが相手の方よりも硬ければ、どんどん大釜を切って相手の方の金銀を剥がしていく穴熊でよくある形を、今回自分は美濃囲いが硬いため逆にそれを指しました。そして5六飛車が使いづらいため、相手の方に5六飛車を取らせ、代わりにこちらは角を手に入れました。そしてこちらは持ち駒がまだ少ないため、持ち駒の補充に角打ちをします。相手の方は3八角と打ちますが、これは受けになっておらず、これを同馬成とし、そして同飛車に対しこちらを再び4七の地点に角を打ちます。相手の方の2二角打ちに対し、こちらは6六歩を打ち、角のラインを止めておきます。それに対し相手の方は6八歩と受けますが、これにより2八飛車の横利きが止まったので、こちらがかなり指しやすくなったかと思います。
こちらの玉はかなり硬いので、ここはどんどん攻めていきたいと思います。この後7九の地点に金を打つことにより、7九金から8九金とすれば詰みなので、これに対し相手の方は5六角とこちらの竜に狙うされますが、これは軽くかわしておきます。こちらの7九金に対し相手の方は7八香車を7六香車とし、角道のラインを伸ばしました。あとは5六角の利きを止めるため、こちらは7八香車と打ち、そして角のラインを止めました。対局ありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。